アンチェロッティ監督、久保建英は大きく成長した。レアル・マドリードを率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、17日に行われるラリーが第5節のレアル・ソシエダ戦を前にした記者会見で、日本代表フォワード、久保建英に言及した。16日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。今季開幕4試合で3ゴール1アシストと、チームの中心選手として印象的な活躍を披露している久保。アンチェロッティ監督は、レアル・ソシエダ戦を前にした記者会見で、久保について尋ねられると。彼はとてもうまくやっているよ。彼は大きく成長しており、シーズン序盤からゴールを決めている。今後も注目していきたい選手だとコメント。シーズン開幕から圧倒的な活躍を見せている久保に賛辞を送った。また、試合については、手強い相手との重要な試合だ。レアル・ソシエダは完璧なチームで良いサッカーをすると思うし、とてもよく組織化されている。チーム全体を警戒する必要があるねと気を引き締めた。レアル・マドリードとレアル・ソシエダの試合は日本時間18日の4時キックオフ予定。アンチェロッティ監督から賛辞が送られた久保だが、どんな活躍を見せるのだろうか。注目が集まる。47億払ってベンチに置かれるならソシエダでいいだろ。でもいらないんだろ。180あって足、もう少し早ければ。今週は日本人にとって良くない週。ましてやトルコ戦でヘロヘロ超えてた久保に仕事しろと過酷。久保に復帰に追わせてるのか扱う気ないくせによ徹底的にぶちのめしてほしい。よく調べて、これ日本人記者が言わせたやつだよ。仮にオファーあっても、来季エンバペが来て、サブか転売益要因確定だろ。だったら残留か、プレミア行って、時期に計らった方がいいわ。若い久保からしたら、今は何ハマりに行くメリットないよ。久保はめちゃくちゃ速いけどな。足だけでなく、プレイスピードや判断スピードがおかしいわ。一瞬だけ、テレビが早送りにでも、なったんかと思う時があるわ。